乃木坂46の10周年バースデーライブが2日間にわたって開催され、これが非常にバズっていますね。で1日目は生駒里奈さんで、2日目は西野七瀬さんがサプライズ登場したのですけれど、これはもう素晴らしい演出でビッグサプライズで、まあ、ぜひ感動をねみんなと分かち合いたいなっていうふうに思ってたら、こうアンチがねちょっとこんな、まあ、書き込みをねしていたんですよね。乃木坂口パク生駒里奈西野七瀬はオワコン、これにね、まあ、ついて僕が思ったことは非常にねひどい発言だなと思いましたね。乃木坂はね大人気がこうずっと継続されているからこその10周年でありますし、まあ、絶対的なエースのなあちゃんセンターの帰り道、これねもう素晴らしかったですよね。僕はね引き続き個人的に応援していきたいなっていうふうに思いましたね。ありがとうございました。